ちゃくちゃこれ使い勝手がいいっていうようなジャケットで、ノースフェイスのとあるジャケットにそっくりなんですよ。マウンテンパーカー界の中のラスボスです。はい、本日はですね、マウンテンパーカー全部着てみたという動画を撮っていきたいなというふうに思います。ということで、僕ねダウンジャケット結構持ってるってイメージで皆さん思われるんやけども、マウンテンパーカーも結構あるんですよ。でこれねパッて今見ただけで35着ありました。でその35着をババーンと一気に着ていきたいなと思います。まず一番最初からいきましょう。一番最初というのがですね、こちらノースフェイス×シュプリームっていうところからね、ド派手なところからいきたいなと思いますね。まず着用していきます。はい、こちらはですねサイズ L サイズで着用しております。フードがね収納できるタイプになってるので、今はあの中に入れてるんですけども、まあ、出すとマウンテンパーカーらしい感じにもなりますし、それ以外やったらここの袖のところとかもねジップで外せるんですよ。だから、ね、半袖にもできるし、あのベストにもできるんですよ。この肩とかもね外せるんですよ。でそういった形で、これ確か2022年の秋冬モデルやったかな、春夏かちょっと忘れたけども、そのモデルですが、まあこれに関しては特に機能性ないです。雨とか来たらもうビジョビジョになるし、もう全然防水でもなんでもないけども、まあこれはファッション性っていう感じなんやと思います。僕は全然ついていけてないけどもね、シュプリーム×ノースフェイスの2022の AW か SS かどっちか分かりませんけども、それのマウンテンパーカーでした。ちなみに僕はプレネで買ったんですけども、最近はねあんまりノースフェイス×シュプリームもそんなにベラボーイ値段高くなってないから、定価にちょっと毛生えたぐらいで買えたんかなと思います。次はね同じくノースフェイスのコラボアイテム、ビームスとのコラボですね。これも結構毎年出てるんでね、一回ちょっと着ときましょう。はい、こちらはですね、L サイズで同じく着ております。ほんまなんかナイロンジャケットって感じですね。これも特に別に防水でもなんでもないんですけども、さっきよりはあの全然濡れてもちょっとまあ撥水性は多少あるかなっていうような感じなんで、まあ、風とかもね守ってくれそうですよね。ただこの形ってね、実はね知ってる人は知ってるんやけども、マウンテンライトジャケットの形なんですよね。でこのマウンテンライトジャケットって後々出てきますけども、皆さんこれをねイメージされる方多いんですけども、もともとはねこういうタイプで、ここまでが黒になってて、ここにノースフェイスってあるっていうのが、本来のマウンテンライトジャケット、1995年かなんかに出たモデルやったと思うんですけども、まあ、それがねこう昔っぽい感じのもありつつ、ビームスともコラボしてるっていうねジャケットです。まあ特にこの辺は機能性ないから僕喋ることないから次行きます。そして次はねパタゴニア行きたいなと思います。パタゴニアはね実は僕2着だけ持ってるんですけど、そのうちのまず1つ目、これも名品なんですけども、トレント S3L ジャケットみたいな感じの名前のジャケットなんですけど、まあこれ別名消防士ジャケット、もしくは、イベントスタッフジャケットみたいな感じですけども、ちょっと派手なね、仕様となっておりますが、まあ登山を考えられて作られてるマウンテンパーカーなんで、いかにもこう山っぽい感じではなりますけど、これはしっかり防水ですね。パタゴニアが出しているこの H2 ノーというね防水の生地が採用されておりますので、しっかり防水で雨風からね守ってくれたりできるっていうようなジャケットなんで、まあ人気のジャケットということにはなっております。でサイズがねこれ M サイズで着用しておりまして、やっぱパタゴニア海外企画やからちょっとワンサイズ大きいかなっていうようなね印象となっておりますね。で次はねこちらパタゴニア、同じくパタゴニアのフーディニっていうジャケットですね。これはね僕が持ってるジャケットの中でも一番生地が薄いんですよ。だからどういう時にいいかっていうと、ちょっと持ち運んだりする時なんかにねめちゃくちゃいいぐらい軽量なジャケットなんで、まあもうちょっと春夏というか夏メインかな、あんまり3月のビュービュー寒い時とかには着ないですけども、ちょっとバス乗って寒い、電車乗って寒いっていう時なんかはねくるくるって出してこれを着ることもできるし、あとまあジム行く時なんかもいいですよね。ジム行く前にちょっと寒い、肌寒いなーっていう時はふって羽織ってね、タンクトップ着ていきますけど、ジムはまあそれまでにはちょっとこれ上パッて羽織っていくのもいいかなと思いますので、確かね 100g ぐらいしかないんですよ。めちゃくちゃ軽いんですけども、まあその分余計なとこもだいぶ省かれてますけどもね、そういったパタゴニアのジャケットと、そして次がですね、デザインガーでおなじみのモンベルでございます。あのデザインガーってよく言われるあのモンベルですね、これもまあ黒着ちゃえばなんてことないんやけども、確かレインダンサージャケットとかレインサンダージャケットか忘れたけど、レインダンサーかな、そんなジャケットのこれはね L サイズを着用していきますね。まあこんな感じの仕様となっております。まあ、サイズは日本サイズやから全然いいかなと思うんですけども、これコスパいいんですよ。っていうのもね、こちら見てください、防水ジャケットでゴアテックスを採用しておりまして、なんとゴアテックス採用してて、定価でですよ、定価で1万7000とか6000とかで買えるから、多分ほんま定価でやったら一番安いんちゃいますかね、ゴアテックスの中ではね。だからねスーパーとかで言ったりしたら、こうスーパータマーデとかで大阪あるし、あとサンデーとかあるでしょ、サンデーとか言って、おいおい国産の野菜ないやろと思った、意外と国産あるやんみたいな感じの掘り出し物的なのがねこのレインダンサージャケットになってるんですけども、こちらを L サイズで着用しております。次はいかにもモンベルらしい色味ですよね。登山っぽい感じの色味で、だいたい学校の先生のね、あのおばちゃん連中っていうのがこの色を着がちですけども、ちょっとこう派手な色を着がちって感じだけど、もうこの名前は完全に忘れました。なんていう名前かも忘れたんけども、これが L サイズで着用してます。一番多分モンベルの中では定番のアイテムになってるんですけどもね、これがですねゴアテックスって、これも同じくゴアテックスなんですけども、さっきのよりももうワンランクぐらいちょっとね色々性能がいいんですよ。性能って何って言われたりしたらね、まあ例えばこうやって裏生
地の部分っていうのが表とかはあんま変わらないですけど、この裏の生地の部分っていうのはこう見てもらったら分かりますよね。ちょっとゴツゴツしてる風合いなんですけど、このいい方に関してはね、やっぱ肌触りがいいんですよ。だそういうところまで考えられてるから、確か6000円ぐらいちょっと高いんやけども、まあ、そこまで気にする人はこっちのおばちゃんジャケットでもいいんやけど、気にされへんっていうことはね、このもう一個安い方でもいいんかなと思いますけども、これがエモンベルのジャケットですね。で次がですね、変わり種いきますよ。あんまり変わり種ばっかりいくと離脱されますのでね、こちらアークテリクスのジャケットになってまして、ベータジャケットっていうジャケットで、これに関しては色違い黒なのかカラーリングありなのかだけの違いなんですけども、まあ、一応両方着ておきましょう。こちらサイズはね M サイズですね。アークテリクスもワンサイズちっちゃいので、ね、ジャストです。やっぱ海外サイズがちょっと大きいんですけども、アークテリクスって誰持ってるって言われたら、大体ミニマリスト系持ちがちっていうね、ミニマリストの大学生とかがなんかアークテリクス持ちがちみたいなイメージなんやけども、まあそういった感じのジャケットで、逆にこっちは相反してますよね。今度絶対ミニマリストの人着いひんけども、もうこれも一回着てみましょう。これはねコラボしてるやつなんですよ。だからちょっとねデザインとか若干違うんやけど、まあサイズとかパターンは全く一緒ですけどね、コラボして、どことコラボしてたかなって忘れるときあるでしょ。ご丁寧にこんなとこ書いてくれてるんですね。はい、ビームス忘れない、これで忘れないですよね。あれどことコラボしてんやったっけな、忘れるなっていう時なんかもうここに書いてある、あそうそうそう、ビームスって思い出すでしょ。ご丁寧に書いていただいてるんですけど、そういったジャケットになってます。ちなみにこれはね、僕を応援してくれてる応援の隊長の方がいらっしゃるんだけど、その姫路の方から、プレゼントでいただいております。新品でね、タグさんこれ動画で使ってくださいということでいただいているジャケットになってますので、あまりディスれないのでこの辺で終わりましょう。で次がね、さっきのと若干ちょっと違うんやけど、さっきのがベータジャケットで、今回がベータ LT ジャケットっていうね、名前はそっくりなんやけども、若干用途が違くて、値段もこっちの方が5000円ぐらい確か高かったと思うんですよ。もともと5万ぐらいやったんやけど、こっちは5万5000円ぐらいやったと思うんですけどね、もう少し性能のいい感じで、こうベンチレーションとかがついてるタイプになっているので、まあ、こっちの方がいいっていう人もいてるし、いや新作のこのベータジャケットの方がいいっていう人もいてるんやけど、この新作のベータジャケットの方は前の方から雨が入ってくるとかいうクレームがあるんですよね。このジップっていうのが止水ジップのなんか新しいバージョンの止水ジップ使ってるせいで、ちょっと雨侵入してきますよと。じゃあ今までのどうなってんのっていうとね、今までのこんな感じでもう完全にこう締められてるんですけども、新しい止水ジップっていうのが多分おそらく今後改良してくるとは思うんですけど、現時点で販売されてるものに関してはね、ベータジャケットはちょっとね、どうやら大雨ちょっと厳しそうやなっていう、ちょっと浸水するというか、ちょっと濡れてくるよっていうようなねジャケットなんで、ほんまに防水がいいって思われて今すぐ買いたい方は多分 LT の方がねいいかなと思います。でね、まあアークテリクスって言ったらね、おいおいおい、名前覚えさせる気ないやないかいでおなじみのアークテリクスなんですよ。だからジャケットの名前なんか一切覚える必要ございません。次、今までベータジャケット、ベータジャケットで、その前ゼータジャケットっていうのもあったり、アルファジャケットっていうのもあったり、アルファ SVLT とかいっぱいあったりするんですけど、もうだから覚えなくていい。これはフーディニってやつで、それもまああんまり覚えないんでもいいんやけど、アークの場合ってね、この前の身頃のジップっていうのがこういうストップ形式じゃないんですよ。こう開く形式になってて、これって基本前身頃に使わないんですよ。結構邪道なんですよね。で別にこのジップ自体は普通にポケットとかであったりとかするし、別にそんなに珍しいジップじゃないんやけど、これを前に使ってくるっていうところがアークテリクスの斬新さなんですけど、これもね、生地はちょっと薄めなんで、さっきのパタゴニアみたいな感じでトレーニング行く時とか、ちょっとランニング行く時なんかにね、めちゃくちゃこれ使い勝手がいいっていうようなジャケットで、もうちっちゃくねくるくるくるってなったりもしますので、まあ、フードもねありますけども、本当にまあこういうちょっと薄めのジャケットやったら、これ2万4000円なんですけども、飛ぶように売れてるっていうねジャケットになっております。でね、お前アークテリクス黒しか持ってへんやんって思われるかもしれないけど、アークテリクスの他の色って結構ね難しいんですよ。難しい色多くてね、これパーソナルカラー的に言うとね、夏の人が似合いやすい色が多いんですよね。僕は秋やからほぼ似合わへんから買ってないっていう理由があったりするんですけども、まあ、そんなことがあったりとか、違うブランド行きましょう。何があるかというと、あの布団で有名、ダウンジャケットで有名といえば、そうこちらですね、ナンガのマウンテンパーカーというのもありましてですね、サイズがね M サイズとなっておりまして、ナンガというとね、ダウンジャケットとかでもね、こういう防水の生地使ってるんですよ。でその生地を採用してきてるっていうことなんで、めちゃくちゃ嫌な言い方したら余り物でできた次の日の晩ご飯みたいな感じだし、めちゃくちゃ言い方したらしっかり環境のこと考えてサステナブルな取り組みがされてるという風になって、まあどっちでも取り方はあるんですけどもね、そういったジャケットになってます。ちょっとなんかこれ大きいんですよ。だから僕はワンサイズ下げてるんですけどね、普段 L ばっかりなんやけども、これに関しては M サイズで着用しておりますけども、まだねマウンテンパーカーはそこまで火はついてないですね。なんかのマウンテンパーカーっていうのってあんまりイメージないと思うんですけども、まあ、これからねどんどん出てくるんかなと思いますけども、アウトドアブランドでペンギンといえばって言ったらね、
あ、チャムスでしょって、お、これペンギンちゃうねっていうね、でおなじみのチャムスでございます。それを一回ちょっとこれも着ていきたいなと思うんですけども、これはね、あのノースフェイスのとあるジャケットにそっくりなんですよ。そっくりというか、もう一緒と思ってもらっても結構ですっていうぐらい、何に似てるかというと、こちらの後で着ますけどもね、ノースフェイスマウンテンライドジャケット、もうこれとほぼ仕様とか性能とかっていうのはほぼほぼ変わりないです。でそれでいて、こっちの方が値段的には1万円ぐらい安くなります。まあセールとかようかかるからね、安くなったりして、僕も実際これ買ったの3万円ぐらいで買ったんやけど、まあ、ノースフェイスの方のジャケットって基本あんまセールになることないから、まあ4万円ぐらい、まあ定価のままって感じなんやけども、俺ペンギンでもいいよっていう方はね、あのここにするっていうのも一つありやと思います。これあえて柄選んでますけども、ブラックもあるんですよ。オールブラックもあったりするから、まあそれやったら胸のとこにね、ちょっと1匹だけペンギンおるけども、ペンギンちゃうてって言われるかもしれないけどね、まあそういうのがありますので、まあそれはそれでいいんちゃうかなっていうところで、これももちろんゴアテックスを採用しておりますので、ここにあるのもまたかっこいいですよね。普通ってなんかここにあることばっかり考えるんだけど、ここにあるっていうのもちょっと新しいなって思ったりしますけども、そういったジャケットということになっておりました。で次はですね、マムーとかマーモットかようわからんけども、これはマーモットやないかいでおなじみのマーモットです。でこれに関してはね、同じくねゴアテックス採用してて、結構ハイスペックなモデルなんですよ。でそれにもかかわらず結構セールになってるっていう、確か小物ジャケットっていうジャケットやったと思います。でこれもね、あえてね、僕が派手な色を選んでるだけで、ほんまに単色もあるんですよ。あのこんなんガチャガチャしてるんじゃなくて、ほんまに単色で一色だけっていうのも結構あったりするんで、普通にね、ちゃんとその辺で着たい方はね、そういうのを選べばいいかなと思うんですけど、まあ僕こうやって動画パーって見た時にね、まあ色あった方がいいじゃないですか。だからまあそれで選んでるだけなんであれなんですけど、これもねゴアテックスなんやけども、セールでだいたい1万円台で買えます。でしかもこれはさっきのモンベルとかより作りもいいです。だから低価格でゴアテックスが買いたい、やけどその中でもいいもの物が買いたいって言われたら、もうこのマーモットの小物ジャケット一択になってくると思うんですけど、そういったジャケットになってますね。ちなみに各シーズン、これこのシーズンにやってますよなんていうのはそれぞれのレビュー動画で言ってますので、そのレビュー動画を見てください。とにかくこれマウンテンパーカーをバーッと紹介していく動画になってますので、軽く上辺だけ浅くやっていく動画なんでね、そんなことでやっていくっていうところで、まず一旦ノースフェイス以外をね全部紹介させていただきました。これからは今からノースフェイスいきますので、ね、ノースフェイスだけで20着ぐらいありますので、ざっと言います。はい、それではね、後半ノースフェイスでいきたいなと思います。これ全部ノースフェイスです。全てね、やっていきたいなと思います。まずは1着目じゃない、続き、これね L サイズで着用します。基本的にノースフェイスは L が多いんですけども、これコンパクトジャケットっていう名前で、値段もね1万5000円ぐらいなんで、比較的手出しやすいんですよ。で毎年ねカラーがいろんなバリエーション出てきたりとか、デニムバージョンが出てきたりとかするので、結構ねあの見張る方も多いかなと思うんですけども、ノースフェイスで一番最初手軽で買いたいなと思ったりしたら、まあ、このコンパクトジャケットがいいんじゃないかなと思います。で次がこのあたりがね、防水は防水なんやけども、劣化する防水なんでね、まあ、ちょっと気をつけてほしいと。これねドットショットジャケットっていう名前やったと思います。 XL でこれは着用してて、これしっかり防水なんやけども、まあ、裏側の生地がねボロボロめくれてきて、もうどうせいずれは終わっちゃうっていうジャケットで、なんかゴアテックスより安いなと思ったら、だいたいそういうジャケットです。そして次がねスクープジャケットっていうジャケットで、あのさっき見たマウンテンライトジャケットの低価格版みたいなイメージで思っていただければいいんやけども、まあ、マウンテンライトジャケットとかマウンテンジャケットの低価格版なんですけど、まあこれも同様にちょっと劣化しちゃうっていうところでね、安く仕上げてるんですけども、まあ、手軽にコスパのいいのが欲しいっていう方なんかにはねいいかもしれません。これも、同じく L サイズで、ね、着用しております。だからワンシーズンだけあのボード用に使うとかスノーボード用に使うとかは全然これ使えるようなねジャケットなんですけども、そういったことになっておりますね。まあこのあたりね個人の趣味嗜好やからね、別に劣化してもええやんっていう人もいてるからね、あれなんやけど、僕全く興味ないからそういうのはね。一応買ってますけども、レビューしてから一回も着てない、もうずっとここにかかってる状態。まあなのでね、僕あの洋服のレンタルっていうのもやってますので、皆さんよければ下の方からねあのレンタル、これ借りてみたいなと。買うのはちょっと値段高いけど、借りるんやったら定価の 10%1 割で買えるから、ちょっと借りて使ってみたいななんていう方はね、ぜひぜひ下から見てくださいという宣伝も入れておきましたけど、次はこちら、まあ、ここ2、3年で出たドリズルジャケットっていう名前のジャケットで、このあたりからそっくりなジャケットいっぱい出てきますよ。まあこれもね別に使う方からしたらね、ただの防水ジャケットやから何言ってないんやけども、その販売側からすると、今までの劣化しやすい防水ジャケットからまたもう一個買えましたよっていうのがね、それのまあジャケットなんだけども、これで今で2年目3年目ぐらいなんですかね。まだ今のところ劣化はしてきてないんですけども、まあ、どうなるかなっていう、まあ、実験用として一応僕は持ってるんですけども、これは L サイズで着用してます。ドリズルジャケットは結構これ毎年出てるんでね、今年ももし
欲しいという方がいらっしゃれば買えるんかなと思いますけども、そういったジャケットと、そして次がですね、こちらスワローテールジャケットっていう名前のジャケットで、これもうよう覚えてたなんて今自分で思いました。これ確認もいつもせんと自分喋ってるから名前出てくるかなって心配なんですよ。わしはノースフェイスの店員かと思うぐらいね、ジャケットの名前覚えてるけども、たまに間違えてしますけどね、こういったスワロージャケット、さっきパタゴニアとかアークテリクスでもあったけど、こう薄いんやけどジムの時とか羽織っていくのちょうどいいんちゃいますかって言ってたようなジャケットで、まあ、価格的にも1万円台とかで購入できますのでね、そういうソフトシェルジャケット、薄いジャケットでノースフェイスが欲しいなっていう方なんかはね、これがいいかもしれないですし、あと次紹介するようなね、このマウンテンソフトシェルジャケット、これもね結構薄めなジャケットなんやけども、もうよりこっちの方がスポーツウェアとしては向いてるかもしれないんですけどもね、まあ、ジムとかにもう特化してやったらもうこれぐらいストレッチ効いてても、ね、いいんかなと思うし、まあ、そこまでいらんって方はスワローテールでもいいかもしれないですけど、値段も覚えてませんけども、大体同じぐらいちゃいます。そんなにベラボーに倍もちゃうってことはなかったと思いますけども、はい、ということでね、次はこちらのジャケットですね。これも防水の仕様にはなっていてるんですけども、まあ、劣化しやすいジャケットの一つではありますね。そしてこのあたりからいよいよ本ちゃんのゴアテックスがずらっと出てきます。僕の好きなゴアテックスね、こちらマウンテンレインテックスっていう名前になっておりまして、こちらはゴアテックスで、これ雨用として開発されてるとは言われてるけど、雨用にしては機能良すぎるでっていうようなね、ジャケットなんで、僕は結構ちらほらよく押してますけどもね、結構着丈がこう短めなんで、ショート丈が得意な体型の人、僕とかウェーブっていう体型でちょっとショート丈の方がいいんですよ。あの下半身に肉つけやすいから、上の丈を短めにした方がいいんやけども、まあ、そういう人なんかには特にこう合いやすいようなジャケットになってると思いますし、まあ、ストレートタイプとかでね、こう上にこうボリュームのあるタイプの人とかはあんまりちょっと似合いづらいかもしれないんですけども、これは非常に使い勝手がいいゴアテックスのジャケットで、なおかつだいたいこれも春と秋が出るんですよ。毎年新色だいたいセールかかってます。こんだけ進めても売れ残っとるやないかいが毎年なんですけども、そういったジャケットと、で次がクライムライト3連発っていうのがあってね、僕のノースフェイスっていうのはこのジャケットから始まったんですよ。もうだいたいもう10年近く前になりますよ。8年とか7年ぐらい前、記念すべき1着目これなんやけども、その名前がクライムライトジャケットというジャケットの名前でおりまして、まあサイズも的にもね、まあ痩せてたっていうところもあったんでしょう。やっぱり今より細いですよね。サイズ M サイズやから入ってない、もう締めれることは締めれるけど丈も合ってないし、ようこんなん着てたなと思うんやけども、まあ細かったっていうのもあるんでしょうけども、まあそういったサイズで、実はこういった XL ジャケットのタイプもあるし、この新型のクライムライトジャケットもあるんですけど、新型はねちょっとサイズ感変わっちゃったんですよ。だから今までこのタイプの時めっちゃ人気あったんやけども、ちょっと新型で人気なくなっちゃったっていうね。あの日産のエクストレイルみたいな感じだな。エクストレイルってなんかあのカクカクしてる SUV の時めちゃくちゃ人気あったじゃないですか、2010年ぐらいかな。だけどなんかあの新型になっちゃったからちょっと丸くなってね、あエクストレイル前の方が良かったなっていうお声多かったと思うんですけど、まあ、エクストレイルジャケットみたいな、エクストレイル状態みたいな感じを思っていただければねいいと思うんですけども、これが XL ですね。まあ、これは特にイエローベースっていうか茶系なんで、まあ、イエローベースの人はもうめちゃくちゃ似合いやすい色、春の人とか秋の人は似合いやすい、特に秋の人、僕は秋なんやけど、こういうちょっと暗めのベージュとかはねめちゃくちゃ合いやすい色味なんでいいんじゃないかということがあったり、このクライムライトジャケットね、これカーキでね秋っぽい色してるんやけども、実はこれ春に出たやつなんやけどもね、確か春やったと思いますけども、さっきのが XL でしょ、でこれ L サイズなんですよ。新型は L サイズなんやけども、やっぱりちょっと身幅が結構余裕があるっていう感じになってるので、まあ、これでねちょっとクライムファンの人らが離れちゃったっていうところでね。そして次がねマウンテンライトジャケットのちょっとあのバージョン違うやつ、デニムバージョンっていうのがありますので、まあ、これがね L サイズ、デニムの青インディゴの方が L サイズで、ブラックの方が XL サイズということで、このインディゴバージョンだけね、こういう普通バージョンと比べたら値段ちょっと高いんですよ。でなんでなんかっていうとね、このインディゴの染色してるところね、日本の工場であるんですよ。僕たまたま見てたんやけども、まあ、そこの工場で日本で作ってるこの染めだけねやってるっていうのがあったりして、他のはね違うと思うんですけども、まあ、そういった余計な手間がかかってるから、まあ、余計というかね、あの手間がかかってるから値段が高なってるっていうところやと思いますけども、まあ、僕はマウンテンライトはもうね L サイズがもう適正サイズなんですけども、こういった L サイズで着用しております。まあインディゴ系はね、僕ちょっと顔色的にはあんま合わないんですけども、どっちかって言ったらインディゴとかよりはこういうベージュ系の方が顔に合いやすいんですけどもね。僕の弟とかは同じ兄弟なんやけどもブルーベースの人なんで、青のインディゴ顔に持ってくるのはね非常に似合うんちゃうかなと思ったりはしますし、あと一応 XL も着ときましょう。これは XL なんでちょっとワンサイズというか結構大きいです。だからゆったり着たい人とかやったら僕ぐらいの、あのまあ XL とかでワンサイズ着てもいいんやけども、僕はあんま好みじゃないんでこういう着方しませんけどもね。まあ袖とかこうベルクロがキュッて締めちゃって、あとちょっとねこういう裾とかこう絞っていってあげればそれ相応には着れるんかなと思うんでね、まあこんな感じですよね。まあそうなったら XL でも悪くはないかなと思うんですけど、僕はあんまダボダボしたの好きじゃないんで、まあこういった感じと。でちなみにこれも L サイズです。そして、これも一応 L サイズです。一応ね着ておきましょう。横着しちゃダメですね。一応着ていきますね。やっぱりカラーが
違うだけでね、見え方だいぶ変わりますよね。まあその人の持ってる肌色、肌とか目の色とかによってもう似合う色はもう決まってるんでね、まあ僕はこの色味の方がどっちかとは得意なんやけど、次の色味あんま得意じゃないけども、まあ一旦着ときましょう。はい、とまあこんな感じになっててね、髪色がね茶髪系やから、まあ合うっちゃ合うんだけど顔とは合ってないんですよね。でこれ合うのはめちゃくちゃ合う人がいてて、これ誰かっていうと、パーソナルカラー夏の人めっちゃ似合いますので。でなんでなんかっていうと、パーソナルカラー夏の人ってこういうグラデーションの色味の合わせってめっちゃ得意なんですよ。だから夏の人は絶対これいうのをね買うべきやと思うんですけども、僕全然夏でも何でもないから僕はやめます。そして次がね、ノースフェイスのこの、まあ、マウンテンライズジャケットベースに、こうマタニティ用というか、こう赤ちゃんとか抱っこできるように出来合ったジャケットで、名前がねノースフェイスマウンテンライトマタニティとかにするんかなと思ったらね、全然違う名前でね、 CR ストレージジャケットって、覚えにくいやないかと、全然違う名前で掘り投げてきたやないかいってなってるんですけど、まあ巷ではそんなことになってたりなってなかったりしてるんですけどもね、まあそういったジャケットということになっておりまして、これが2022年から出てきたんですけども、こうやって普段着てんねんけども、抱っこするときなんかはこういうのをねかましてあげることで抱っこしてね赤ちゃん守っていってあげれるっていうようなジャケットで、まあ、僕レビュー動画でも言ったんですけど、2人目生まれた人におすすめですよと。1人目の時とかって大事に大事に育てるから、別にそんなこんなジャケットにやらんでも傘もしっかりでやってるし大丈夫なんやけども、2人目とかってもう1人目走り回ってるから手捕まえたりしたのかして、もうこっち下ろそうかなってるんですよ。もうまあ紐に折るから大丈夫やろうと思って、もうこっちメインで見ちゃうから、そういう方なんかにおすすめですよって話はしたんやけども、そういうことになっておりまして、でね、よくノースフェイスで比較されるのがマウンテンライトジャケット、先のジャケットと、このオールマウンテンジャケットっていうのと、マウンテンジャケットっていう、この3つがめちゃくちゃ比較されるんですけども、まあそのうちの、よりこう軽量にしてるというか、まあ似てんねんけども、もうちょっと持ち運びとか考えましたよっていうのがね、このオールマウンテンジャケット。だからオールマウンテンジャケットって言ったら、まあ山にほんまに特化してんねんなと、こう全ての山に対して特化してるんだ、そんなすごいジャケットないかな、オールマウンテンライトジャケットやないかいって皆さん言っていただければいいんですけども、そういったジャケットで、これが L サイズで着用しております。でこの特徴としてはね、まあ見てもらったら分かる通り、見た目的には切り返しがないっていうね、この黒となんとかっていう切り返しって今まで全部あったんやけど、これがあんまなくて、なおかつ生地が結構分厚めな生地使ってると。でそれはなんでなんていうと、登山とかでこう着用するとき考えられてるから、より目立つように、配色されてたりとか、よりこう認識しやすい、ね、色味が多かったりするので、まあこれは地味ですけど結構派手な色が多いんですよ、オールマウンテンジャケットは。で対して最後のマウンテンジャケットは何って言われたら、これがベース、これも1980年代からあるもう定番中の定番、これをベースに考えられて、そこから枝葉ができてるぐらい、これがとにかくベースやから一番最後に置いときます。だからちょっと間挟むけども、次がこの辺もね、最近出てきた、まあ、軽めのジャケットですわ。まあ、さっと羽織る感じで、さっきとかトレーニングとかって言ったけど、これに関してはもうちょっとゆとりがあるんですよ。だから私服でも全然着れるし、あとまあストレッチもちょっと効いてるので、私服でちょっとワイドパンツとか合わせることもできるんやけども、まあ、ちょっとトレーニングの時でもこうパッて羽織りたいなっていうのもね、いいんちゃうかなっていうジャケットですよね。そして残り3着いきますね。これは復刻者です。ノースフェイスレイジーシリーズっていうね、こう雪山とかでスノーボードとかウィンタースポーツで使われてたレイジーっていうシリーズがあるんですけど、それが1回だけ復刻されたんですよ、2019年に。でその時に出たモデルで、マウンテンパーカーやのにこういうプルオーバータイプ、被るタイプになってるっていうのがちょっと珍しいんですけどね。あとまあ配色も珍しいですよね。こういった感じのちょっと派手な感じですよね。まあボードとか行くんやったら多分めちゃくちゃいいと思いますし、あとまあゴアテックスだから全く風も入ってこへんし、雨も入ってこへん、雪も入ってこへんっていうような仕様になっておりまして、いよいよこのレイジシリーズって言っても1990年代なんですよ。やけどこのマウンテンジャケットは先ほども言ったけど、1980年代からずっと復刻とかじゃなくてずっと出続けてる、もうザ定番モデルなんですよ。だからこれを一番最後に持ってきたんですけども、それを着ていきたいなと思います。これがねノースフェイスと言わず、もうマウンテンパーカーで一番最後に出した理由というのが、マウンテンパーカー界の中のラスボスです。もうこれを制した瞬間に次制するものはございません。こちらの名前を勝手に命名しました、ラオジャケットということでね、結構認知していただいてるんですけども、そういったほんまにここを行っちゃうと次のマウンテンパーカーなかなか出会えないよと。なんでって、これをベースに作られてるから、こっからマタニティ用に押したり、もうちょっとライト級軽めにしたりとか、山用にオールマウンテンに変えたりとか、もっとソートシェルにしていったりとかっていう、もうこれがベースになってるから、まあ一番大事なんですよ、大事っていうか、まあ一番あれなんですよっていう話をねさせていただいて、でこちらには一応サイズは M サイズであるんですけども、まあ僕は L サイズが適正かなと思います。でね、そのパターンをね引っ張ってきて、さらに日本のデニムを使ったっていうのが、この僕が作った旧式のクラシックな生地で作ったマウンテンパーカーなんですよ。こうやってねパッて着るじゃないですか、この裏側にね
セルビッチがあるんですよ。でこれってトヨタっていう昔の機械でガシャンガシャンガシャンって折ったやつをデニムだけじゃ寒いんで裏に防風の加工を入れて風通さへんようにして、まあ、作ったっていう、なんか、まあ、マウンテンライトジャケットのラオを超えた瞬間はね、もう昇天させるにはここしかないんですよ。だから昇天して、まあ、人生に一辺の悔いなしって言いたいんやったらね、まあ、最初ここに来てくださいと、これ僕作りましたよというところでね、最後終わりたいなということで、本日はですねマウンテンパーカー全部着てみたという動画になっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。